うお、でっか。ポンポンポン。うわ、バカみたいでかい。めちゃくちゃ期待できるじゃないか。うそ。この段階でこのサイズって。どうも、こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。ぐー。はいはい、皆様どうもどうも。最近なんかインフルエンザが流行ってるみたいですね。もうすでにかかられた方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私、今年は予防接種しておりません。なんか、っていうか、マスクをつけて歩くようになってからですね、風邪もインフルエンザも一回もなっておりません。やっぱマスクの効果あるのかなと。そして今花粉症がついにやってきてるのでマスク外す予定もないので、まあ、このままこう冬乗り切っちゃおうかなと思ってます。まあ、皆さんもねくれぐれも体調管理には十分ご注意ください。さあ、それでは今日の動画の説明をいたします。今日はですね、あのかっこいいクワガタマンディブラリス二股クワガタの幼虫たち、これの餌交換をしていきたいと思います。よっ、こういうとこにいるんだよな。ここにいらっしゃいますね。10月30日に餌交換してますので、まあ大体11月として12、1、2と。で、まあ2月もね、半ばになってますので、まあそろそろ餌交換かなというところでして、今日ね、ちょっと見ていこうかなと。30頭ぐらい餌交換しなきゃいけないんですけど、今日はまあ、様子見ながらね、10頭ぐらい餌交換していきたいなと思います。一気にやるとね、結構大変なんでね。ちなみに、ボトルなんですけど、今回は、オスだった場合は、こちらの大きいボトル、1300cc ボトル。で、メスだった場合は、こちら、800cc ボトルに入れ替えていきたいなと思います。では、今日も頑張って餌交換やっちゃいましょう。一頭目行きましょう。まずはこちらです。そうですね。うん。多分大きくなってると思います。食べた跡があちこちにあるので。マンディについてはですね、今回は、あれ使ってました。DOS さんのウォーカーマット。結構二股に合いそうな感じだったので使ってました。はい。どうなんでしょう。成長具合でね、マット合ってるかどうか確かめたいと思います。では行きましょう。そこの方におるみたいですね。おりましたです。こちら。はい、こんな感じで、空洞作ってます。この辺が、なんかね、ちょっとツヤクワっぽいですけど。マンディもね、空洞作るタイプなんですね。はい、出ました。ほ、これはね、でかいですね。かなりでかいですね。これはオスですね。はい、こんな感じです。相当でかくなってます。わ、噛まれそう。危ない危ない。はい、こんな感じですよ。ちょっと体重行きましょう。これなんか15グラムぐらいはありそうですね。相当大きくなりそうな感じ。やっぱこうね、いいんじゃないかな。コスパ最強のマットだと思います。さあ行きましょう。オスだと思われる個体。なかなかのサイズです。おー、17グラム。なかなか。16.9。になった。なかなか重たいですね。いいんじゃないかと思うね。押すということで、こちらのマット入れていきたいと思います。かなり大きくなっております。マットも合ってると思いますね。ザイウミの系のね、ザイウミ系って言ったらいいかな。ごめん、なんか言いづらいんだけど、ザイウミ系のクワガタに DOS さんのね、オーカーマットはかなり合うと思います。ね、栄養価高そうですし、これだけ大きくなったらね、十分合ってるのがわかるかなというところではないでしょうか。はい、一応自分がね、板マットかけてあげて、まあ、あとは上手に潜っていただきましょうというところです。よし、この子17グラムにしときましょうかね。かなり大きくなっておりました。なかなかいいんじゃないかなと思います。かなりいいんじゃないかな。お、これも絶対オスだろ。めちゃくちゃでかいのがそこにいますね。うわぁ、すごい。ね、わかりますこれ。おぉ、おぉ、でっか。これ絶対オスでしょ。もう出そうですね。出しましょう。ポンポンポン。うわ、
バカみたいでかい。うわ、すげえ。なにこれ、すげえ。ギラファの間違いじゃないかっていうぐらいでかいんですけど。マジで？はい。すごい成長具合ですね。嘘。さっきのもオスだよね。って思うんですけど、17g だったらオスだよね。いや、すげえでかいな。はい。体重行きましょう。バケモンだ。びっくりしたー。これで測れるかな？ 20 楽で超えてると思う。29.7？ バケモンやん、これ。すげえ。あまりにデカさが違うんでね、さっきのメスだと思って出しましたよ。頭のサイズからして、これもメスですね。うわ、マジで。よく見たらね、卵巣ついてます、こっち。はい、卵巣ついてます、ここにね。いや、これがメスだ。なんかでっか。メスもでっかいわ。すげえびっくりしたわ。すごいですね、DOS さんのマット。こんなにでかくなるとは。これ、100オーバー、かなり期待できるんじゃないかな。29.7 だって。ギラファーかと思っちゃった。すごい。いや、これはすごいですね。ほんとびっくりだわ。はい。そんなにでかくなったっけ、これ。20後半、30ぐらいかなと思ってたんですけど、これ30超えてもっと大きくなりそうですね。やばいな。マジで、大興奮だわ。はい、ということでね、まあ、この子すげえ。29.7g でした。化け物すぎる。いや、びっくりした。まさかね、そこまで2回目の餌交換で大きくなると思ってなかったんで、びっくりしましたね。次の餌交換の時はね、もう2300ボトル入れないとダメですね。オスの方は。すごいびっくりした。あんなでかくなんだ。ね、ちょっとびっくりすぎて、シャレになんないんですけど。これも、ここに空間があるんでね、上の方にいると思います。デュオエスさんのマットね、こうなんかね、すごい硬い。詰めた跡がね、なんかこう木を再現できるぐらいの硬さなんで、ね、これはね、めっちゃ向いてると思います。ザイウミのやつには。あ、これもでかいな。これもでかい。おほほほ、これもでかい。バカな。うわ、ギラファか、これ。ギラファぐらいでかいんだけど。前浮かしたね、90何ミリ、97ミリとか6ミリとか、それぐらいではいったと思うんですけど、ぐらいのオスがね、30ちょいぐらいやったんですね。なんで、めちゃくちゃ期待できるんじゃないかなと。ほら、もう30超えてますもん、この段階で。うっそー。35とか楽に超えちゃうんじゃないかな。うわ、暴れすぎだろ。めちゃくちゃでかい。うわ、これもじゃ測れる限界が近いぞ、これ。マジで。すごいんですけど。すごすぎだろ、これ。いや、マジっすか。ね。この段階でこのサイズって、全然ね、でかいですよ。マットが完全にマッチしてる証拠だね。これはすげえ。二股系ね、もう DOS さんのオーカーマットで十分だな。コスパ最強じゃないか、これ。ね、めっちゃ高いマットよりもでかくなるという。なんだこのマットは。驚異的。すごい。はい、これもう3ヶ月後にね、餌交換しないといけないですね。次は2300だな。4投目行きましょう。ほんとビビってます。リオエさんのマット。マジでこんなにすごいと思わなかった。はい、二股にはバッチリって書いてあったんで、合うんだろうなという気はしてたんですよ。まあ、確かに、ザイウミの子はね、基本的にザイ食べて大きくなるので、ザイをね、再現できるマットってすごいと思うんですよね。うん。これでもすごいよ、これ。オークはもうかなりでっかくなるんじゃないか、これ。ねえ。すごい栄養価だと思う。マジで。いや、ほんとびっくりしました。見えてきましたね。空洞を作ってます。これメスだな。大きさにそこまでの迫力がない。さっきの子たちに比べるとね、全然な感じだ。はい、出る。いや、そうでもないな。これ、やっぱ、これオスだわ、これ。頭でかいし。これ絶対オスだわ。
まあ当然個体差はあるんでしょうがね。これはそこまで大きくない。25あればいいかな。あ、23。まあこんなもんか。これが普通だろうと思うけどな。さっきまでのがすごすぎたと思う。今ちょっとオスの数が先行してますね。オスが3、メスが1の状態です。まあまだ全然わかんないけど。ね。一応40頭ほど飼育してるんでね。まあある程度バランスは取れてほしいなと思いますけどね。やっぱ多く飼えば飼うほどバランスは保たれやすいですね。ほんと10頭しか飼ってなかったら、メス側にオス側8とか全然あり得るんでね。それは嫌だ。ね。それは嫌だよね。よし。いやー、しかしでかかったな。5頭目掘ってます。ちっちゃいの出てこい。あ、これメスだね。はい、卵巣ついてますんで、これはメスでございます。あー、ね、よかった。しかし、メスでも相当でかいですよ。いきます。18.5。ほら、20に届きそうだもんだって。いやはや、驚いてばっかりですね。もうね、DOS さんのマットで決まりかな。これは、こんだけでかくなるんだったら、ちょっと無理してね、高いマット使わなくてもいいと思う。むしろこれが最強。いや、すごい、ほんと。まあ、僕のことなんか知らないと思いますけど、四国でね、DOS さんのマット使ってる愛好がいますので、よし、最高です。18.5 だっけ？かなりでかかったね。さあ、6頭目出ますよ。ほら、でかこれ30超えてるだろ、これ。バーででかい。ほんと、ギラファみたい。すげえ。これ100期待できると思うけどな。100オーバー出したことないんでわかんないですけど、まあ、40g 近くなったら100狙えるんじゃないかなと思います。感覚ですけどね。うわ、これでも測れないぐらい。32.8。あー、これちょっと限界だな。よし。うわ、溢れまくってるけど。まあ、あとはちょっと下の方潜ってもらいましょう。ごめん。閉めるよ。ごめんね。いやー、すごい。お疲れ様です。6頭しか交換しておりません。まあ、あとちょっとじわじわ動画外でやろうかなと。だいたい感じは分かったんでね。すごいですね。32g 超えてるとか、バケモン的な感じですね。ちょっと前のデータ持ってきたいと思いますので、少々お待ちください。これが前のデータね。34g で 90mm 楽々オーバーだったんで、そうだね。やっぱ 40g ぐらいだったら100狙えるんじゃないかなと思います。そうですか。そうね。あと1回差交換来るかなと正直思ってるんですよ。はい。そんな感じだと思いますね。だいたい、あれだわ、これだと、8ヶ月ぐらいで浮かしてるのかな。はい。あと1回差交換する感じやとは思います。その時も2300入れちゃいましょう。マジででかいんで。はい、ということでした。予想外に大きくなっておりました。このマット最高じゃないかなと思います。よかったらコメントで感想などお願いします。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。マジすげえ。